この世の終わりです。お伝えしております、先日より各地で多発している不可解な死亡事件は、不審死や動機不明の無差別殺人、そのため各県警は対応に苦慮、警視庁はなるべく一人にならないように。昨晩より全国各地で発生している巨大な各地方整備局管内の情報に基づく交通柱の成分は専門家の分析でも地震計などでも全く予測のつかない場所に突如生えてくるため、工事用カッターの刃も通らず撤去もできない状況です。防衛庁は自衛隊の調査結果などから新しい避難場所の情報です。避難指示の出た地域にお住まいの方は以下の情報をチェックしてください。携帯サイト、ウェブサイトでも情報を発信しております。お近くの空きのある施設へ向かってください。ていうか、なんで警察はいつまでも公式発表しないんだよ。委員長、篠崎さん、あゆみちゃん、篠崎さん、生き返らせてくれてありがとう。みんな、だけどもっといっぱい死んじゃったね。たくさん死んじゃったね。あれ、私たちも生き返ってないの？あゆみちゃん、何がし、生き返るって生き返るって思って、へい。次のニュースです。公益財団法人 PL 振興社の会長が失踪。今の人も師匠。
悔い改めよ。世界は終わりに近づいている。神は不浄なる不心得者を。世界の終わり。そう、終わりよ。まさか。幸せの石で帰ってこれたわ。まあ、天神章が壊れたから、この、涅槃よ、死人を迎えよ。世界はもう数刻のうちに、あっけないでしょ。ちなみにあれ、私の教団。ああ、そういえば。あなた、このままでいいわけ？責任を感じてるなら。話したよ。どうせ私なんか友達も救えない。篠崎の血だか知らないけど、私にできることなんて何もないよ。大体涅槃をこの世に出したのは吉江さんが最初にやったことじゃない。私悪くないじゃない。もっとムカつく女で、あなた等身大すぎるわ。少しは格好つけようとなさいよ。篠崎歩み、真実を一つ教えるわ。七番目の柱、知識のセフィラの軌道を止められなかった時点で。ブック・オブ・シャドウズはまだ失われていない。あの本を手にした篠崎の血を引くあなたなら、ミストと。ふざけやがって。クソったれの本はここにあるわ。もっと早く気づけばよかったわ。篠崎義江の家の地下で力を使ってから。ただし、あくまで入れ物で。生意気にうなってやんの。まさか、本当に？ほんと、すっかり騙されたわ。私は本来、教団からあなたがあの空間で、って言っても、まあそれも今となってはどうでもいいわ。ミストよ、ミス。そんなあいつを思いっきり殴り殺してやりたいでしょ。あなたも甘ったれずにできることに目を向けなさい。私にまだ何か。何としてもブックオブシャドウズを体の外に出して、そして本の力があれば。どのみちあなたも黒魔術から生まれたその本は。どこに逃げればいいの？いいから走れ！国外は？海も空も動いてないよ！会長。お姉ちゃん、私に力を貸して。
何としてもブックオブシャドウズを体の外に出して、黒魔術から生まれたその本は臆病で矮小で弱くて、ここで決別するのよ。持ち主と認めたの。何あれ。きっと涅槃の入り口、あの方向、キサラギ学園だわ。帰ってきてたの？もうお父さん。世界はもう終わりました。世界はもう終わりました。お父さん、世界はもう終わりました。世界はもう終わりました。
して味方でいてくれると。あの先に動的魔法？魔女みたいに空を飛ぶの？ブックオブシャドウズ。これ。あゆみ。え？ああ。あゆみ、気をつけて。あなたが力を使えるのはその本のおかげ。わかったわ。ブックオブシャドウズを従えたようね。それにしても如月学園の真上にね、ついでにもう一つ教えてやるとね、涅槃天神症がこの世に発生してしまった時点で、いいえ、その本の元の所有者も、それが次世代へつなぐだけの運命であってもね。そう、だから言ってみれば、ただあなたの行為は、あの狂信者集団、や、その責任は取らなきゃいけないわ。責任？あなたには、本物のブックオブシャドウズが、天神症で分散していた涅槃の力は、でもそれを取り戻して、そして、涅槃のコアをも迎え入れられたなら、さあ、反撃よ！世界が終わる前に。あゆみ？怖い？死ぬの怖い？どうしたの？あゆみ、涅槃のコアにいる人？うん。何これ、完全に壊れてる。あっ、いったー。何よ、もう。あゆみ、大丈夫？あ、うん、平気だよ。これくらい。天神小学校がこんな姿に。町田くん、中島さん、キシノナくん、クオン先生、ハイコさん。頑張ってみる。天神小学校の運命だったら、ちょっとなら戻せるかもしれない。え？お、それはどこかで見たことあるような、思い出せない。これ、幸子の。ファクトル。同じ日を繰り返せ。ああ、この人は、ヨシエさん。アナグラムの解析を進めると、成功例に関する文献も全く存在しない。私はなんと愚かなことをしてしまったのだろう。
本の中身である涅槃が飛び出し、いくしかもそこに囚われた死者は、だが飛び出した涅槃を抑え込むことができたため失われ黒く消えたあの人の存在だけは取り戻せたのだ。苦しさ…私、幸子に触れてる？幸子、しっかりして！はい、ピン、ごめん、幸子、あんまり時間、戻せなかった。守っていて。